前回までのあらすじ、車エビとして生誕し、アサヒガニに進化したけど2菌目にボコられ、結果サバが最強なのではという結論に至り、サバ大連隊で海の王者になれると思っていたら、ビスマルク級にコッパみじんにされました。どうもこんにちは、いつも魚介類で成し遂げたいオンドレアスです。前回主力を張っていたサバからそろそろ進化したいので、次の主戦力になりそうなシーフードを探していきましょう。まずはサバでボコボコにしてゲットしたズワイガニ、実戦投入していきたいと思います。ターゲットはミノカサゴ、単体での戦闘力はそんなにですが数が多いですね。見せてもらおうかズワイガニの力とやらを。一斉攻撃だ。おわわわ、めっちゃ怒ってるやん。いたたたたたた、あれ全然攻撃弾き返してないやん。カニのくせに、もう足4本ぐらい持ってかれたんだが、全然ダメージ通らされてますねー。やっぱ甲殻類このゲーム辛くね。貴様だけでもおー、仲間もほとんどやられましたね。ミノカサゴ恐るべし。おわあ。ズワイガニはこの後ミノカサゴが美味しくいただきました。弱そうな魚相手にズワイガニくんのストレス発散が爆発。オラオラオラ、カワハギがなんぼのもんじゃい。ズワイガニ火力も低くない。ええところなくない。はい、モンガラカワハギゲット。見た目はでかいしキュートなんですけどねー。もう一回だけミノカサゴに挑戦してみる。ズワイガニはこの後ミノカサゴが美味しくいただきました。あ、すいません、ズワイガニじゃなくてタラバガニでしたね。慎んで訂正させていただきます。このゲームネットワーク接続してマルチもできるっぽい。パーティは結局サバ大連隊ですね。サバより上位ゲットしに大海原に向かいましょう。次の標的はハリセンボン。数が多くてミノカサゴと同じ脅威を感じますね。まあビビってても進まないのでやってやりましょう。一斉射撃、うてー。ちなみにこのゲーム一応レベルみたいなものがあり、使い込むほどにステータス上がるのですが、今回連れてきたサバは全てレベルマックスです。味方のサバがバンバンやられてますが、敵のアーマーも低いですね。火力が高な。オラ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 、ラスト一匹。これがレベルカンスとサバの暴力。あがくなあがくな。あれ一匹じゃない、結構危ない。なんやかんやでいい勝負。ハリセンボンもしかして強いのでは。イエーイ、ハリセンボンゲットなのだ。サバの上位そろそろ欲しいところ。早速作ってみた。見た目はエースオブシーフード随一っていうぐらい気持ち悪いですね。はあ、なるほど、照射式ビームがメイン武器ね。当て続けた時の火力ヤバそう。当てるのには若干エイムいりますよって感じかな。スロット2の武装はトゲ、ハリセンボン噛んでてますね。デコイもあるし、なかなかいい武装なんじゃないでしょうか。ちょうどいいところにシャコがいますね。試してみましょう。はあはあはあ、なるほどなるほど。なんでもいいんだけど、私以外の味方の攻撃がガバすぎますね。動き回るやつにはあんまりかもな。いい火力してますね。多分私一人でほぼ倒したので、ハリセンボンで揃えたらヤバそう。ここの縄張りをカゲロウ型が守っているので捕獲しましょう。ビスマルク級に比べるとだいぶ小さいし、戦闘力は低いわず、多分、ビロ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 、お、おお、敵の体力の減りすごくない？やべえなこれ、ハリセンボン集めるしかないですねこれは。敵はあと2隻、デコイと味方が落とされる前に落とせるかが勝負の分かれ目。おっほー、すんげー火力。照射レーザーは破壊力満点。はっきりしてんだねー。楽勝楽勝。アイテム回収だ。カゲロウ型ゲーっと。よーし、これで艦隊組んでビスマルク級にリベンジだ。と思ったんですが、カゲロウ型のコストが高すぎて艦隊組めませんね。一隻で80コスト。私のデッキコストが270なので3隻しか組めない。縄張りを制圧していくとコスト上限は拡張されるので、まずは縄張り荒らししてコスト上限高めますか。まずはハリセンボンが強そうなので、ハリセンボンを集めていきましょう。何回も倒すことでゲットした素材を使い量産が可能。まあモンハンの武器みたいな感じ。ハリセンボン部隊作ろうと思いましたが、これも結局コストオーバーで作れず、やはり敵を倒して縄張り拡張するしかねえ。この縄張りの主はマダコ、わさび醤油が合いそうな敵ですね。基本的にでかいやつほど強いという感じらしいので強敵の予感。ただタラバガニとかはでかいだけでめっちゃ弱かったので、やってみる価値はありますぜ。めっちゃ硬い。
この見た目で甲殻類よりよっぽど硬いんだが、味方のハリセンボンが次々やられてますね。どうやら近接格闘がメイン武器な模様。味方は全滅。まだコア一匹も沈めれてない。これはまずいですよ。やべえ、ちょっとずつ近づいてくるの怖すぎなんだが。おわあ、なんやこれ。ホールドされた。逃げれない。まさにタコっぽい戦い方。ハリセンボン数揃えていけばもう倒せない敵いないだろと思いましたが甘かったですね。まさかハリセンボン部隊でも倒せない敵がいるとは、今の戦闘でハリセンボンに限界感じましたね。ここはやはりすげえパンチ力で有名なシャコ試してみましょう。メイン武器は見なくても大体わかるんですが、やっぱりパンチですね。実際のシャコのようにちゃんと強いパンチだといいのですが、ラッシュもできるみたいですね。火力やばそう。車エビでこのパンチ力試してみましょう。一撃、強すぎませんかこれ。いや、車エビが弱すぎた可能性もありますね。もうちょい強そうなやつで試してみましょう。やべえやつを発見しました。ホウジロザメですね。タコに苦戦してるやつがホウジロザメに勝てるのか、果たして。逃げてんじゃねえ。完全負けフラグをシャコのパンチ力で粉砕する。なんやこの赤いオーラ。やはりサメは別格か。これがシャコのパンチ力。勝ってしまったけど、これゲーム的に勝てないレベルの相手っぽいけどな。シャコさんもしかしてバランスブレーカーなのでは。ホホジロザメって立ち位置的にラスボスっぽいよね。あんなの倒せてしまったからもう何と戦っても負ける気しないんだが、以前ならビビってた大型動物、負ける気がしねえ。先制シャコパンチいきます。ドラー、ワンパンチ。強すぎー。これが海のワンパンチマン。実際人の指折るぐらいのパンチ力あるらしいので、頭に食らったらヤバそうではある。どちらが強者か分からせてやるぜ。マジパンチ。強すぎー。もうこれ味方すらいらなくてシャコ短期でもいけそう。撲殺したアザラシ使ってみますか。コスト100。シャコの倍ですが、果たしてシャコの倍の戦闘力あるかな。おおすごいすごい。ポケモンの技でありそう。アザラシってこんなことできるんやなぁ、知らんかった。顔はよく見るとブスですねー。縄張りをかなり広げたことにより、カゲロウ型5隻で艦隊が組めるようになりましたね。相関相関。一糸乱れぬ連携でビスマルク級に目に物見せてやりましょう。艦砲射撃は癖がありそうですね。というか一気に別ゲーになりすぎてて笑う。さっきまでシャコ使ってたとは思えない文明の発達。その他に魚雷や爆雷もあるみたいですね。魚雷は艦隊への攻撃に、爆雷は水中生物に有効って感じかな。よし、ビスマルク級にリベンジに行きましょう。距離はかなり遠いのでもう少し近づきましょう。水中になんか大型の魚が。なんや今の、この距離で撃ってくるだと。ドイツの戦艦は化け物か。戦いはもう始まっている。撃てー。まあお互い当たるわずもなく牽制射撃って感じはある。あぶねー。ビスマルクの射撃精度やべー。いまいち射撃の偏差とかわからんし、近づいてゴリ押すしかないですね。距離が遠ければ遠いほど敵の方が有利になりそう。残り距離約20メートル。単位がメートルだし、世界観的には船のプラモデルってことなんでしょうねー。武器を魚雷にシフト、一気に決める。あれ、なんやこのロックオン、ちょっとよくわからんな。とりあえず前段発射や、岩場に隠れましたね。これは高度な駆け引き、右か左か。なんか魚が乱入してきたんだけど、今めっちゃシリアスなところやからやめてくれー。自己主張激しすぎでしょ。どっか行ったかな。いかったよかった。そんなことしてる間に超至近距離、魚雷フルオープンアタック被弾しましたね。だがこちらの攻撃も当たるわず、着弾3秒前に、1、今、いい火力してますね。このまま押し通る。ぐっはぁー。機関合金。再チャレンジ、遠距離戦してみましょう。ぐっはぁー。艦合金、ビスマルク強すぎるので、こっちにアーレイバークっていう艦隊いたので、まずはそちらでお茶濁しましょう。開幕魚雷のプレゼント、着弾3秒前、2、1、今。あれ、なんか武装が現代的じゃん。おーい、ふざけんなよ、こっち第二次世界大戦の駆逐艦なのに、ミサイル撃ってきやがってよー。結局ビスマルクリベンジ。
様を倒せないとなんだか終われない雰囲気。攻撃有効範囲まで入るのがもう結構難しい。ちなみにこちら20回目ぐらいの戦闘、つまり19回合金させられました。撃て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 、いいぞ。魚雷なんて必要ぐっはぁ、火力やばすぎー。これが戦艦と駆逐艦の差か。だが艦隊組んでないのが貴様の敗因。成し遂げたぜ。まあ多分水中から車庫パンチすれば余裕で倒せそうなんですが、やっぱ船には船で挑みたいよね。それでは今回はこの辺でー。